を言っている。お前から誘ったのだろ。何、まさか昨日の言葉は嘘だというのか。そうか、ならばよい。それよりも大事なのはデートだ。デート、デート、デート、早くデート。ではどうしろというのだ。どんな服ならばいいのだ。それだけ教えろ。解除して新しく服をこしらえた。視認情報だけだから細部は異なっているかもしれないが、まあ問題ないだろう。なんだここは。私が護衛してやってもいい。そうか、なら仕方ないな。お、これはなんだ。あの香りはこれから放たれていたのか。みんな優しかった。
何も多くの人間が私を拒絶しないなんて、私を否定せず笑いかけ、そう、それだ。町の人間すべてが奴らの手のもので、私を欺こうとしていた。いや、お前はあれだ、きっと親兄弟を人質に取られて脅されているのだ。うん、私は、私にとって今日は非常に有意義な一日だったぞ。 AST とやらの考えも少しだけ分かったしな。私は、やはり私はいない方がいいな。不定期に存在がこちらに固着するのは止められない。限界の、そんなことが可能なはずは。だが、一体どうすればいい？ごちゃごちゃ言ってないで。これはチャンスよ。キス、キス、キス。キス？キスとはなんだ？デートと同じものなのか？本当か？私はこの世界に対して知らないことが多すぎるぞ。寝床や食べるものだって必要になる。予想外の事態が起こるかもしれない。本当に私は生きてこの世界にいてもいいのか？私を肯定してくれるのはきっとお前だけだぞ。ASD や他の人間だってそうは思わないに決まっている。Hehehe
でしたら。すみません。私に任せてください。最高だ。